清水善造は、群馬県群馬郡三里村出身の男子テニス選手。日本人初のウィンブルドン出場者であり、ベスト4に進出した。全米選手権でもベスト8入りしており、次に、全米ベスト8進出を果たす、日本人男子は92年後の西小利慶である。群馬県立高崎中学校に進学。東京高等商業学校を卒業後、1912年に、 三井物産に入社、カルカッタ、ニューヨークへに駐在員として在任した。テニス選手として国際大会に出場したのはこの期間である。1929年に三井生命保険に転籍して神戸支店長などを務め、1945年に三井生命本社取締役に就任したが、このために公職追放処分を受けて後に神戸で貿易会社を経営していた。 1965年2月に脳内出血で倒れ、長女が住んでいた京都市にて療養生活を送り、1977年4月12日、大阪市にて死去した86歳ボー元俳優の清水善造、藤木大蔵らは清水の孫にあたる。清水は第一次世界大戦後の時代に活躍し、 熊谷和也と共に日本テニス界の黎明期を築いた名選手である。清水は旧正高崎中学校時代に軟式テニスと出会い、東京高等商業学校時代に定級部に入部、東京高賞の最上級生時代には首相を務めるなど選手として活動した後、三井物産軽かった駐在院時代に公式テニスに初めて接して、本格的に公式テニス選手としてプレーするようになる。 なお、日本に初めてテニスが紹介されたのは1878年であったが、ボールの製造に必要なゴムが輸入困難であったことから、日本独自の乱球を用いたソフトテニスが編み出される。そのため、通常はテニスと呼ばれるスポーツに公式テニスという故障があるのも日本独特の呼び方である。清水は日本における公式テニスの開拓者として活動した。 清水はカルカッタ時代にベンガル州選手権大会で1915年から1919 19年まで5年連続優勝。商用で赴いたブレノスアイレスで出場した南米選手権でも優勝するなど実績を積み重ねる。1920年には長期休暇を利用してイギリスに渡航、イギリス国内の試合に出場しながら6月のウィンブルドン選手権大会に臨む。 そのウィンブルドン選手権で、清水はいきなり、チャレンジラウンドの決勝まで勝ち進んだ。当時は、テニストーナメントの方式も現在とは大きく異なり、前年優勝者は無条件で決勝に行き、そこで1回戦から勝ち上がる選手と決勝戦を、戦う、オールカマーズファイナル方式を採用していた。そのチャレンジラウンド決勝戦で、清水は、当時の世界ナンバーワン選手であったビル・チルデンに、 4から6、4から6、11から13の激戦で敗れたが、この大活躍で公式テニスを日本に紹介した。この試合では対戦相手のチルデンが足を滑らせて転倒。その時に清水がゆっくりとしたボールを返したとされる柔らかなボールの逸話が生まれた。チルデンが体勢を立て直し、返球がエースに、ヘイユ、ルック、とチルデンが ラケットで刺したところ、観客がスタンディングオベーションで清水に向かって拍手をしていた。結果としてチルデンが勝ち、二人が会場を後にしたものの、その後しばらく拍手が続いたという。上前淳一郎は、清水の敗戦が意図的な誤信によるものであるとする説がある。清水は2セットを選手し、ここで清水が放ったサーブをチルデンがミス。 清水の勝利かと思われたが、先進がレッドを宣告。これで清水はペースを乱され、チルデンにサンセット練習を許した。清水のレッドを宣告したアメリカ人先進は死ぬ間際に、あれは意図的な誤信だったと母国の英雄であるチルデンを勝たせるために意図的に誤信を犯したことを日本人牧師に告白した。という雑誌に掲載された記事に興味を惹かれて、 取材をはじめ、清水及びこの試合についての書籍、柔らかなボールを観光している。その中で、意図的なご親切は、テニスジャーナリストのバド・コリンズによる創作であったとしている。チャレンジラウンド決勝で清水を破ったチルデンは、オールカマーズファイナルにて1919 19年度の優勝者、ジェラルド・パターソンに勝ち、大会初優勝を飾った。 翌1921年のウィンブルドンではチャレンジラウンド準決勝でマニュエル・アロンソに敗れ2年連続のチャレンジラウンド決勝進出を逃した1921年に日本チームは男子国別対抗戦デビスカップにも初出場を果たすアメリカンゾーンによりオールカマーズファイナルに進み日本はアメリカに0勝5敗で敗れたが清水はここでもチルデンに検討している これらの成績により、清水は当時の世界ランキングで1920年は9位、1921年は4位にランクされた。こうして、清水の活躍は、同郷の後輩にあたる佐藤二郎をはじめとする、後続の日本男子テニス選手たちに大きな刺激を与えた。海外でも清水は、その礼儀正しさから、ミスター・シミー、にこやかな笑顔から、 スマイリーシミーという愛称で呼ばれたという。1923年に発生した関東大震災復興支援のために清水はアメリカ各地で開催された義援金募集チャリティー試合に出場したという。清水のショット、特にフォアハンドは当時のテニスの評論家から見れば見にくいものであった。通常、右利きであれば左足が前に出るのであるが、テニスをしたての頃の清水は、 右足が前に出たという。このスタイルは後期こそなくなりつつあったものの、基本的な体の動きは修正変わらず、チルデンと対戦した時にも時折、右足が前に出たらしい。当然、この打法は今でも基本でないと言われているが、右足が前に出ることで自然に上半身、上腕が足より遅れるように現れ、結果として現在の基本である。 インサイドアウトの状態になったようである。事実、身長や手足の長さ等で他の外国人選手に劣る清水が競合を上回る鋭い回転がかかったショットの持ち主であった。現役引退後の清水。1948年1927年に選手生活を引退し、三井物産での社業生活に戻るが、その一方では後進の育成に尽力し、 1954年にデビスカップの日本代表監督に就任する。宮城敦氏、カモキンナリラ当時の日本の一戦級選手をメンバーとして率いた海外遠征ではメキシコに赴き、そこで日本代表チームは2勝3敗でメキシコチームに敗れたが、その木とで清水はアメリカに立ち寄り、前年に死去した旧友チルデンの母さんに行った。孫の清水全造によれば、 晩年の清水は70歳を過ぎても、毎朝、自宅の壁打ち用の板を相手に2000回ほどの壁打ちを続け、ほぼミスをしなかったという。故郷である群馬県テニス協会は、清水全蔵の名を冠した大会、清水全蔵杯群馬県テニス選手権大会を毎年夏の終わりから秋にかけて開催している。若くして病死した次男の病室で、生水を浸した。 デビスカップ準優勝杯によりキリスト教の洗礼を受け、その反省を経験なクリスチャンとして捧げた。ありがとうございます。